冬を越せてお花見もできた春も過ぎて夏を目指します。今日はお散歩で久しぶりに元気な花先輩に会ったね。それほど仲良しではない16歳と17歳です。ほとんど食べないので栄養補給です。これだけは美味しそうにごくごくペロペロ。介護が初めての私たち、犬友さんに教えていただき、いろいろ勉強になってます。わからないことだらけで、こういう時はこれをとか、こうした方がいいよとか、アメリを通していろんな人とのつながりもできています。本当にみんなに助けていただいてるな。この夜もアメコカ仲間のポンズちゃんママさんがアメリに届けに来てくれました。5歳の時に目の手術で入院したんですけど、その時にお世話になりました。5キロ、この間ジャスト、この間帰宅したらアメリが倒れていてびっくり。病院に連絡してタクシー飛ばして点滴と注射をしてきました。日に日にアメリは弱ってはいるけど、まだ自分の足でトイレに行けてるから、寝たきりじゃないのでそれほど大変ではないと思います。もっと大変な飼い主さんもたくさんいると聞きますので、私たちも勉強しながら頑張ろうと思っています。今はチワワちゃんたちの存在が癒しになってるな。1月にユノちゃんは突然旅立ってしまったので何もできなかった。だからアメリやこの子たちの介護は後悔のないようにしたいな。セシルちゃんも後ろ足が不自由になってかわいそうなんです。調子がいい時は自分からキッチンに来ます。ささみと焼き芋が大好き。最近カリカリフードを食べなくなったんですけど、低脂肪の食事が大事なので鹿の缶詰をストックしてあります。でも一番いいのは鹿の生肉なんだって。1日1食しか食べなくなったから、アメリの食事についていつも考えています。食べたくても食べない時もあるし、いろいろ考えます。シニア犬になると鼻がカピカピしてしまうから、赤ちゃん用のワセリンを塗るといいと聞きました。夜寝る前にお鼻に塗って寝ます。チャンミン、アメリのそばにいてねって言うと必ずそばにいてくれるんですよ。ありがとう。最後までご視聴ありがとうございました。双子姉妹とシニア犬との生活、応援よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。